1990年ドリフト界に新しいスターが誕生した。スポーツランド山梨で行われたドリコン GP 第一戦のグループ交際クラスにエントリーした臼井、織戸、石塚の3人。危険極まりない超接近取りで鮮烈なデビューを飾った彼らは、それ以降危ない3人組の名で有名人となった。S13 に乗る臼井久彦、86の織戸学、そして後ろから猛烈な突っ込みをかける FC の石塚明。3人は船橋で知り合い、意気投合した後、短期間での猛特訓の末、ドリコン GP の山梨大会へやってきた。はじめは86を先頭にフォーメーションを組んでいた。しかしスピードが出ない86がペースメーカーだと、どうしても後続の2台が詰まってしまう。そこで臼井の S13 を先頭にしてみたところ、ピタッと決まった。大会当日もフォーメーションを変更してみたり、ギャラリーコーナーで車間距離がないくらい接近しながら高々と拳を上げて観客にアピールするなど、張り切りすぎてスピンも多いが、なんといっても勢いのある3人の走りはサーキットを大いに沸かせた。彼らのドリフトへの熱い情熱にギャラリーからは拍手と大歓声が沸き起こった。ついてピット入んないと怒られるよ、3台で。なんで来ないんだって。デビュー戦から一躍その過激度で有名になった3人は、揃って180を購入。お揃いのシルバーマシンでその年の最終戦に挑んだ。もうおめえらの名前言うのくたびれたからいいや。でもオリドの被ってるヘルメットはよかねえな、あれな。あら危ねえぞ、感謝じゃねえんだからよ。危ねえやつら。オリドが一人で気合入ってんじゃねえか。さあ最終コーナーよ、危ない3人組。さあ来たぞ、進入も高いぞ。あー行け。耐えられるか。残念ながら年間グランドチャンピオンの座は逃したものの、この過激でめちゃくちゃなトリプルドリの3人組はドリコンファンにとって伝説のチームとなった。
わけで、懐かしいですねこれ。これね、これね僕らがね、本当にドリフト始めた頃、もう今からね、そうね、15、6年前かな、まだまだ若いですけど、とにかくね、この頃からね、僕の走りは一番すごかった。まあ3人で出たんだけど、おいそうはいかないよ。俺が一番すごかった。暴走してるじゃないですか。なんでこの、 本当はね、グループ交際クラスってのは2台で走んなきゃいけないんですけど、僕らこう3台でエントリーして直談判してね、まあ、3台で目立つことから始まって、もう走りもすごい、今のね走りも通用するぐらい走りすごい。いやね、君これはもしかして今この映像のこと言ってんの？そうだよ。下手っぴなこの走り。何言ってんだよ。スピンしちゃったりバカだな。ドリフトなんかしてないじゃん。お前たちはこれを目指して憧れてドリフト始めたんだろ。いや、これ憧れたんだろ、お前。これ、あれ、打ち合わせ通り。あ、打ち合わせ通り。あれ、わざとドラマを作ってんだよ。スピンして。で、まあ、とりあえずですね、ここから、激動の走り、見てください。1989年からスタートしたドリコン GP は、その人気の高さから1990年より年間を通じて開催するレギュラーイベントとなった。当初ドリコン GP では団体ドリフトをグループ交際と呼んでいた。その後年代によりクラス分けや対戦方式など変更されることもあったが、グループ交際クラスはチーム戦として受け継がれ、数々の名勝負と伝説のチームを生み出してきた。
1997年ドリコン GP のグランドチャンピオン大会は鈴鹿サーキットの南コースで開催された。この年秋の鈴鹿に現れたのは全国の地区予選を勝ち抜いてきた精鋭13チーム。トーナメント方式で行われたこの大会、対戦相手は当日の朝抽選で決定された。グランドチャンピオン大会としては初めての開催地となった鈴鹿の南コース。地元の有利さをなくすために通常の逆回りで走るというコース設定がされたが、短い完熟走行だけでコースをつかみチームのフォーメーションを作り上げていくのは実はものすごく大変なことである。この南コースは1台で走るなら面白いが、数台で走るには少々コース幅が狭い。おまけに逆回りのためコーナーの出口が小さくなり、進入は大丈夫だったものの、出口のところで気がつけば自分の走るラインがないということが起きてしまいがちである。そのためコーナーリングのフォーメーションをどうやって組み立てて出口へとつなぐかがチームで戦う際には大きな問題となる。グランドチャンピオン大会とは、全国の予選を勝ち抜いてきた強者たちが集まる場所。綺麗なフォーメーションを決めるだけで立ち進んでいけるほど甘くはない。ここではストレートのパフォーマンスやスピードもとても大切なポイント基準となる。ストレートではギャラリーにアピールできるアグレッシブな速さが、そして全員のマシンがスピードを保ちながら1コーナーに突っ込んでいった時、車同士がいかに接近できているかなど観客へのアピールも迫力がなければ立ち抜いてはいけない。そんな中、決勝は FC で統一された関東のマリオネットと中国四国地区から来た D サイドの対戦となり、車間距離がほとんどないのではと思わせる過激な進入でサーキットを沸かせた D サイドがチャンピオンとなった。
怖いけど楽しい。前年に続き鈴鹿の南コースで開催された98年のグランドチャンピオン大会。この日のために車をせっせと作り、念入りに走り込んできた一人一人が1年分の思いを込めて鈴鹿にチャレンジする。審査員ルームにはかつてサーキットを沸かせたドリコン GP の先輩たちが揃っている。ドリフト界の第一人者といえるそうそうたるメンバーが多数決で判定を下す。昨年に続き中国四国など西日本勢が順調に勝ち上がっていく中、頑張ったのはギャルパワーの熊家族。女の子チームにもかかわらずしっかりと関東を代表する走りを見せてくれた。そして決勝に残ったのはやはり岡山広島の混成チームアウトフェイズと兵庫のナイトゾーンの関西出身チーム。惜しくも優勝は逃したものの、レッドに統一されたマシンでの5連取りを見せてくれたアウトフェイズの走りには審査員も息を呑む迫力があった。もうね、97年ぐらいって言うともう今にも精通するような走りじゃない、これみんな上手いもんね。そう、当時ね、審査員で言ってたんだけどね。本当？うん、やっぱみんな上手かった。もう小技いっぱい持ってるしね。これも綺麗ですね、本当。もうだいぶさ、テクニックの技が増えてんだよ。あのね、車の仕様がだいぶドリシャチックなってるよね、うん、そうね。さっきまでは、もうそのままメーカーで売ってるそのまんまに、うん、なんか部品つけてきてました。確かさ、この97年ぐらいってこうロングサイドとか、あ、流行った流行った。さ、うん、その何クラッチ蹴りとか、うん。クラッチ蹴りなんてもっともっと後じゃないの？ロングサイドと。ロングサイドはあるよね。ロングサイドマンジとかじゃないの？うん、こういインあのショートカットとかね。流行ってない流行ってない。スピードもあるじゃないですか。あるある。スピードもタイヤもね良くなってきてるんだよ、だんだんこの頃も出てる。この頃になると昔はさ、こう安いタイヤだったのがだいぶいいタイヤを使う、ね、もうだってパッと見て17インチっぽいもんね、うん、あれ俺これ出てるんじゃないかな。ああ、そうだったよ。しかし実はあ、違う、これはね、兵庫のね、あれだ、チェイサーは誰だっけ、中穂。あ、そう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 、知らん、すげー、 D サイド。そう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 、まだこの頃はいるんじゃない、ちょっといるいる、これでも動きが昔と違うよね。だいぶこう今時風になってきて、いやもうドリフトしてるもん、ちゃんと。さっきまでドリフトしてなかった。古いですよね。いや、わかんないけど、なんかね、特定してないよな、別に。緑色の86、あ、緑色のホイール履いた86とかね。あれすごかった。シルバーのワンエイトとかね。コースからはみ出てるだけでね、まあ、ドリフトしてないんだよね。かっこいいな、これ。距離も近くなってきてる、近くなってる、スピードも上がってきてるし、この台数でだってみんなこうロングで引いてるでしょ、うん、だからこういうのがやっぱみんなできるようになってた頃だよね。あ、でもある、あ、パスパスってことはこれ福岡か。詳しいな。詳しいね。あ、そうだ、これ俺ら、ウジじゃない、俺ら
これどれどれ、これ2番目、僕です。2番目、2番目、あんま上手くないね。おいまあいいか、また一番後ろ拾った。これ何、植木うまいじゃん。でしょ、あれ何、店に飾ってる。そうなんですよ、店に飾って。あれが T&D の始まりの車だ。そうそうそう、そうなんだ、うまかったね。今よりもうまいんじゃない。あ、ひどい97年まあ、歩いてるな。あ、危ないな、危ないな、あ、当たらない、当たらない、当たった、当たらない、クルー、これ岐阜関係でしょ、これまさかのね。本当だ、覚えてるよ、クルーで。違う、クルーでね、マサってのは覚えてる、マサってのは。福住の、福住って。うまかったわ。これですよね。うまかったわ。よくこんな車でかっこいいねなんて。めちゃくちゃやで、これ。アホだね、こいつら。誰？これ中ほどが D サイズだね。すごい興味ある、こういうの。神戸、こいつら。神戸なんだ。うん、いや、六甲とか走ってるやつ。そう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 。この100のチェイサーをね、もう井の一番にこんな全塗装して、バカだ、ね、ちいちゃんの頃だ。そう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 、今でいうセルシオみたいなもんだよ、ね、そう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 。どうしてどうしてセルシオなの今でいうじゃあこの当時100のチェイサー400万円の車をね。ソアラよ、ソアラ。それより古い、より古いじゃんよソアラだって10万円ぐらいになるんじゃない。ひどい。あ、ソアラ高かったんだよ、高かったですよ。よく乗ってたね、そんなの。新車で買うと700万もするんですよ。嘘、ほんと。あれ今10万で売ってんのに。10万ひどいで、ウーチンいくらで買ったの。あれウーチンいくらで買ったの。3、350ぐらい。でも高いね。高いですよ。